します。お願いします。全10曲あるんで、ちょっとあの駆け足になっちゃうかもしれないですけど、はい、1曲聞かせてください。じゃあまず1曲目、ストリップ。もうこの曲、1曲目になった時点で、あ、このアルバムすごい濃いだろうなっていうのがなんか感じます。感じますね。ちなみにこの曲から作ったんですけどね。なるほど。もうそのアルバムのまあリード曲というか、うん、顔となる曲をまず1曲作ろうっていう話からこの曲まず作りましたよね。はい、これからだったの。これからでした。スタートです。一回なんかこう途中までこう、あ、そう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 、ね、できたやつを送ってきて、もうすでに絶対いいじゃん、超かっこいいじゃん、ワンコーラス作ってね、うん、でもイメージがあったんで、その作る前から、このアルバムのメインにするんだったらこういう曲だっていう、でメッセージ性もね、あの自分たちの中でイメージがあったんで、この曲は一回スタジオで撮ったんですよ、まず、で撮ったんですけど、撮り直したよね結局。撮り直した。そう、僕がスタジオで撮って家に帰って編集してたんですけど、やっぱ自分の慣れた環境じゃなかったんで、その聞こえ方が家に帰ったら違くて、声質の取れ方とか音質とかもグルーヴも含めてこれ違うなってなって、ちょっともう一回うちに来てもらっていいみたいな。2回撮ってんですよ、だからで、ケイタ君のプライベートスタジオで、そうですね、で、リュウエイ君も歌撮って、なんか遊んでる延長みたいな感じだったんで、あ、そうね、それが逆に良かったのかもしれないです。なんかこうスイッチを逆に入れないことが今回のメッセージ性にもつながった可能性はあるねって話してたんだよね。やっぱ違いますもんね、普通のスタジオで撮るのと。最高ですね。いや、すごいやりやすいですね。やりやすいですね。実際やっぱやりやすさ違うんですよね。なんかわかんないですけど、やっぱケータの絵で撮った方が調子いいんですよ、ね、これなんか不思議なんですけど、でこうやって話を聞いていくとマジでどんどん長くなっちゃうっていうんで、ちょっとごめんなさいね、駆け足でいきましょうか。でも次の EXIT のもうまたこうさらに加速させてくれるっていう、これも長くなりますよどうですか EXIT。 いや、この曲結構できた時上がりましたよね。ね、やっぱケータくんすごいわっていう、OK ね、思いました。思いましたよ。ありがとうございます。嬉しいですね。ちょっとその辺何がすごいかちょっと、そう、ぜひぜひぜひなんか、あ、こういう楽曲なんかやれたら嬉しいなぐらいになんかほんのり思ってたのを、なんかこうケータくんがこの曲をどうみたいな感じで作ってきて、すげえな、そう、なんか多分作りたいと思って、それをまあね、なんかこうすぐ形にできちゃうあたりがやっぱケータってすごいなって、純粋になんかそこすごいなってやっぱ感じましたし、まあその取りに入ってもそのね、ボーカル一個にしてもこだわりやっぱすごいなっていうので、まあ、ここのやり取りも結構そのレコーディングの中でありましたし、もう発声を結構 このこだわった楽曲で、いやー、これそう、2人のハーモニーも、ね、この全曲の中でも多分一番こだわってやった、まあ、大変でしたけど、なんかすごいこう勉強になったな自分もっていう、ね、やっぱ会心の出来でしたか。いや、これは来たと思いましたね。やっぱり僕結構、まあ、トレンドも抑えてるし、このやっぱその歌詞の世界観とかも結構ビタッとハマってて自分の中で、でやっぱその今結構本当に伝えたかったメッセージの一つ、まあ、全曲そうなんですけど、その逃げることの美学っていうか、僕結構ストイックだと思われてて、まあ、まあストイックな方なのかなって自分でも思ったりもするんですけど、でもだから逃げ、この人は逃げないんだって思われてると思うんですけど、僕結構逃げることも大切だと思ってる人間なんで、その心が壊れる前にというか、そんな心を壊してまで続けることってこの世に僕はないと思ってるんで、間違いない。そういう意味でこの EXIT っていう曲は、その逃げ出した出口がその自分の未来の入り口なんだと。それはだから自分、人によって出口が違くて、逃げ出した部分も出口だし、それはなんかどんな汚い手を使って出ていった、そのたどり着いた先も自分の出口だし、どういう出口でもいいんだけど、自分のその出口にたどり着くことが未来への入り口なんだっていうメッセージをすごい歌いたいなとずっと思ってたんで、そういう意味でこの EXIT っていう曲とそれがバチッとハマって、なんか自分の中では本当にこうかなり
いい作品になったなっていう、はい、切り口も含めてね。そうなんです。でまた With You もまたこれもね、いいんですよね。こう誠実さとこう躍動感を兼ね備えて、まあ本当まあ EDM 的なアプローチをしているんだけど、やっぱでもこれもまさに今の時代、うん、であとは今のウィンズ、うん、でそしてこう、うん、ファンの皆さんとかリスナーの人たちに向けてっていうようなところも感じられるっていう、はい、もう、まあ、本当に今をどう生きるかっていうね、うん、ところもそうだし、まあ、これも強いっすよね。いいですよ、ね、どうですか。これ涼平くんが一番好きだって言ってくれてね、すごいまあサウンドも普通に好きなんですけど、なんかこの世界観がすごい、まあ、僕たちにも本当言えることでネガティブにならずにそれをなんかこうポジティブに変えて届けられたらなと思うので、ファンの人たちもそうですし全然関係ない人たちもそうですし、自分たちにもすごくこう響く。まさに。うん、ケイト君どうですか、あのトラックも含めて。そうですね、僕もこの曲はかなりこうエモーショナルで好きなんですけど、かなりこうやっぱ感情が入りますよね。すごくこう今のなんかウィンズの状況にも当てはまるし、なんだろう、本当に今のこの世の中の状況にも当てはまるっていうか、その自分が経験したからこそ出てきたメッセージというかね、自分が苦しい思いをしたからこそ、そこから前に向けたからこそこの言葉が出てきたなっていうのはあるんで、うん、この 1,2 年で感じた思いなのかもしれないですね、この曲っていうのは。でまた次のね、Show Me Your Love もね、こうそっからまたこうなんだろう、いかにみんなこう、うん、個々人が それぞれ独立したこう、はい、生き方を貫きながら、いかに連結してこう、そうですね、前というものをこう、うん、導き出せるかみたいなところ、はい、だからこうすごくストーリーとしてもありますよね。そうなんですよ、まあ、オケの流れも含めてね、あのトラックの流れも含めて、このファンキーな感じのギターのカッティングとかもそうだし、はい、うん、でもこうまた歌もねこうシンプルにこう入ってくるしね、うん、どうですか。この曲のレコーディング結構2人ともねサクッと早かったっすね。ああそう、そうこれ最後かな、これ最後に撮って、これラストなんだ。早かったっすね、めっちゃすぐ終わりましたね。なんか何なんだろうな、もう掴めてたのかな、掴めてたのかもしれない。それがありますね。結構期間にしたら結構長い期間レコーディング、うん、3ヶ月ぐらい、うん、そうね。でここ1ヶ月ちょっと僕舞台やってて、はいはい、間いたんで、後半やった曲はやっぱなんかこっちより前半の曲よりやっぱこう、うん、なんだろう、感覚がね、感覚がねちょっとこう掴んでた感じも多分ある、うんうんうん、でなんか楽曲ももう仕上がってたんで、まあ、その楽曲聞き込めたっていう時間もねあったから、まあ、そういう意味で早かったのかな。続いて5曲目リトル、まあ、これも先行配信されてるってことで、はい、改めてどうですかリトルは。包み込んでくれますね。そうですね優しいですね。優しいですねこの曲は。これでもなんかこうなんだろう、幸せってやっぱ人によって全然形ね違いますし感じ方違いますけど、なんかどんな感じ方があるにせよなんかこの曲聴いてもらってなんかこう幸せっていうものを一回なんかこう見つめ直すっていうのもすごい大事かなって僕は思いますね。これ2番のメッセージなんですけど、やっぱりスマホばっかりこう見てね、いろんなニュースでなんかそういうことばっかなんかニュースのことばっか話してるんじゃなくて、やっぱりその今現場にある何か幸せなことを共有した方がなんかもっと幸せなのになとか僕思ったりするんで、そういうかなり結構具体的なメッセージも込めたりしてはいますね。なんか世間でこう騒がれてることとかじゃなくて、あなたにどんな些細な楽しいこととか、なんか発見とか、はい、があったのかっていうのをなんか教えてほしいって気持ちになることで、ケータっぽいわ今まさにその話聞いてケータっぽいと思ったその考え方が。なんかこう久々に会って楽屋入ってまあ何分か経ったら、ルイ君の方が最近面白いことあっちゃったうめっちゃ聞くんですよ。そうやっぱこう、まあ、もう僕だけじゃないです、他のスタッフのみんなに聞く、俺はもうみんながなんか起きたことをとかを共有したいから、
そんな誰が不倫したとか別にそんな話してもまあまあその時はねなんか共通の話題ってまあ大切なのかもしれないけど、それよりねなんかもっとこう面白いその人それぞれあるエピソードみたいな共有した方が楽しいんじゃないかなとか思ったりはしますよね。いやそうなんですよね。そしてこのここで6曲目くるのがビューティフルナウ。はい。この流れもやっぱすごいっすよね。いいですよね。いいと思う。改めてどうですかビューティフルナウ。もう本当2人のウィンズの第一歩っていうことで、なんかシングルで聴いてたのと、なんかこう なんだろう、今回これ通しで聴いた時に、あやっぱなんかビューティフルナウっていいな、こうより光が強くなったな、そう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 、この曲のアルバムの中に入ってるね、うん、うわいい歌だな、ね、よりこう立体的になるっていうかね、うん、この歌で歌ってると、うん、初めからだからこの曲はこのアルバムの6曲目に入ることを知ってたんじゃないかみたいな、いい入り方ですね、入り方、うん、するっすね。続いてザ・クリスマスソング、はい、シャリング・ダ・バンプ&リード、はい、もうこれはでもあれじゃないですか、驚く人が、そうですね、もうサプライズで、うん、なんかこのアルバムにそういうサプライズを仕込みたいなっていうのと、あとクリスマスソング入れたいねっていう話をしてたん で最初メローな曲作ったんですよ。クリスマスメローなクリスマスにしようって言って打ち合わせを終えて、で家でメローなクリスマス作ってたら全然なんかしっくりこなくて、もう違うなと思ってハッピーな曲作ろうと思ってハッピーな方にしたらこの曲ができて、これ大勢で歌ったら絶対めちゃくちゃいいじゃんっていうのから、なんか誰かいないかなっていうので、あウィンズ今20周年のこの記念のアルバムに一番最初にデビュー前にオープニングアクトさせてもらったダパンプさんと、まあ、ファーストライブにオープニングアクトに出てくれたリードっていうのはこのやっぱウィンズの20周年のスタート、うん、デビューのスタートの時に関わってくれた方々だったんで、そのメンバーと一緒にハッピーなクリスマスソングやりたいよねみたいな話からオファーさせてもらいましたね、うん、ね、心よく OK してくれて嬉しかったですね、うん、しかもなんかこうフェスとかでこう一緒にステージに立つことあっても、こうやってね、一緒の作品やるっていうのはなかったですね、なかったからね、それはなんかこう感慨深い。確かにこの曲楽しいんですよ、とにかく楽しいパフォーマンス早くしたいですもんね、みんなね、この曲はだからそのそれぞれがこう歌詞、自分のパート書いて、そう、ね、ジャケットもそうですね、あのダパンプのゆうやくんが書いてくれて、うん、ああそうで、まあ、で、ケイタが音作ってって、なんかこのそれぞれのなんかこうみんなで、ね、みんなでこう作ってるクリエイティブしていくっていう、うん、この暗くなりそうなクリスマスはちょっと避けたいっていうか、うん、クリスマスねなんかちょっと寂しい思いするのも嫌だから、そういうハッピーな思いになるような曲をみんなで作りたいみたいな、うんうん、みんなで LINE グループ作ってね、ね、そのためだけなんだ、ね、そうです。だからなんかそういう背景も含めてさ、この曲がこうちょっと企画ものとかそういうことじゃなくて、このアルバムに入る必然性があるっていうことにもなるな、この時代背景も含めて。そうですね、だそれは結構みんなに伝えてて、そのアルバムのコンセプトをまず伝えて、うん、はこういうアルバムを作ってるから、このクリスマスソングだけどそれ恋愛とかなんかそういうんじゃなくて、人々をこう明るくするような、うん、暗くなってしまう可能性のあるその人、クリスマスにそういう思いをする人たちを明るい気持ちにさせたいだっていうのはね、うん、なんか僕たちのメッセージとしてみんなにこう共有して、でみんながそれにすごい賛同してくれたというか、はい、なるほど。で続いて8曲目ディスタンスで、はい、これはだ唯一と言っていいかもしれないぐらいラブソング前とした曲でもあるのかなと思っていて、で、ね、でも僕のイメージはこう結構ラブソングでは本当はないんですけど、まあ、結構いろんな捉え方を、うん、あのできるようにっていうふうにはしたんですけど、うん、やっぱりその出会いと別れというテーマで、うん、まあ、大きく書きましたね。そうか、はい、もう本当にだからそれは恋愛っていうことに限定せず、うんうん、そうですね、なんか長年一緒に
過ごした友との何かねこう、違う道を目指す瞬間だったりとか、そうかそうかそうか、はい、もしかしたらそれそのウィンズのストーリーに重ねる人もいるかもしれないし、そうですね、っていうのもね、はい、あるだろうし、うん、ゆうえくんどうですかこの曲は。そうですね、まあチャレンジ的なのがより強い楽曲ですかね、うん、僕にとっては、うん、やっぱこう作品としてこう、なんだろうな、僕がこう、まあ、一番やって、身に向けてやってみたいな、こうはっきりとしたこの分け方でやるっていうのは今までの作品ではないですし、レコーディング自体もなんかすごくこうちょっと難しかった難しかった、ね、このどんどんこう抜いていく作業というか、ボーカルを歌をこう歌わないでくれってこと、うん、そのニュアンスを歌うっていうのがすごい好き、だからずっとりょうやくんにりょうやくんはそれまだ歌を歌ってますって書いて、歌この歌は歌っちゃダメなんだみたいなね、そういう感じでやってましたね、うん、だからりょうやくんもどんどん抜いて抜いて、うん、抜いていく作業って結構難しいですよね。なんか寂しすぎないかなとか、うん、すごい一番悩みましたね。そうかそうか、うん、シンプルだからこその、そうシンプルだからこそ、うん、難しさっていうね、そうこれはこれでこう自分の中でここで止めといてよかったふうに思いましたね。そうかそうか、はい、その寂しさがそうそうそうグッとくるっすよね、この寂しさがね、うん、続いて9曲目、ゲッタン、これはもうあの新しいバージョンで、そうですね、うん、陽平くんが歌って、僕もラップの人、そう、はい、新たに取り直して、はい、あのゲッタンくんラップ入れてますけどね、そうですね、うん、なんか、デモ撮ってる感覚でしたね、そのデモ音源まあね、最初そうだもんね、そう、いつも最初、僕がデモ音源、ラップを撮るので、うんうんうん、なんかその感覚に、あ、似てるなみたいな感じで撮ってましたし、うんうんうん、はい、でもやっぱりもうニューバージョンでアルバムに入れたいっていう意思はもう固かった。そうですね、うん、まあもうこの2人 の, あの未来を今回、うん、あの示すアルバムしたいと思っていたんで、うんうんうん、この2人体制の新たなものをアルバムに入れようっていう話は、うんうん、はい、アルバムの流れとしてはもうこう終盤のここに来てまた一気にこうフロアライクなというかね、そうですね、うん、そうだからなんかメッセージがすごい今回アルバムあったんで、うん、もうそのアルバムの世界観は8曲で終わっちゃおうっていう考えだったんですよね、うん、でまあボーナストラックじゃないですけど、あ、なるほど、過去のやっぱちょっとコンセプトがこの2曲違って、うん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 、もう最後にこう2曲くっつけたという、そうかそうかそうか、イメージですね。なるほどなるほど、ゆうえくんどうですか改めてこの曲は、ゲッタン。いやー難しかったですね、苦労した記憶がありますわ、ね、やっぱなんか改めて難しいんだろうな、うん、っていう感じた楽曲ですかね、うんうん、確かにね、最後も本当ね攻めの2曲でいくっていう感じもあるしね、で、そのままの流れでラスト10曲目どういや、恥ずかしいな、どうですか、ちょっと今、カットしてほしいぐらい、そう意識的じゃないですけど、いかがですかね、いかがいやー、うん、あの、オンラインライブでやってて、この曲は、うん、なんで、もうパート分けとかも結構しっかりしてたんで、イメージはあったんで、もう本当に撮るだけというか、うん、まあなんか、ニュアンスももうその時にやってたし、オンラインライブでもやってたし、うん、あ、まあ確かにドアだがそんなにだよね、うん、うん、レコーディングの時はうんさらっと終わっちゃったから、なるほどね、寝かせてあったというかね、そう、うん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 、そのオンラインライブとパートも変えてないんで、そうか、うん、もう馴染んでる感じがあるっていう、うん、いやこれ本当によくできてると思いますよ、すごいですよね展開がと思う、はい、うん、自分で自分褒めるの嫌ですけどだからやっぱウィンズの J-POP としてすごくやっぱなんだろうな、ブラッシュアップされたものっていうのを改めて感じるしね、でこのアルバムをここで閉じた時に次こっからまたどういう音と物語を描いていくんだろうっていう期待にもつながる終わり方だと思います、ね、でももう3年空けたくないんでね、うん、次は、うん、3ヶ月ですか、短すぎでも改めて、はい、このアルバムどうみんなに届いたらいいな、キャッチしてもらえたらいいなと思ってるかっていうのを2人それぞれちょっと聞かせてもらえますかね、うん、
やでもやっぱりこう今の時代に少しでも背中を押してくれるというか、うん、支えになるというかそういうアルバムになると一番嬉しいですかね、うん、なんかあんまり本当こういう作り方したことなかったんで、うん、とにかく音楽を楽しんでみたいな感覚が今まで強かったんですけどなんかこのこう一人一人のこう光になればなっていうのはこの20年間作ってきた作品で初めてなんで、うん、とちょっと不安でもあるんですけどね、うん、でもまあそれ、ね、受け取り方がね今までと全然違うってなるとやっぱファンの人もねちょっとびっくりする部分がもしかしたらあるのかなとは思ったりもするんですけど、うん、でもなんか本当にそういうずっと応援してくれてる人たちが少しでも元気になってくれれば嬉しいなっていう思ってます、うんうん、はい、リュウエ君いかがですか。僕自身やっぱり今までと同じ音楽をなんかこう聴く気持ちにやっぱりなれない、うん、そういうのがやっぱ今も続いてる人たちきっといると思うし、このそのメッセージ残したメッセージやっぱこう共感してくれる人が多分こう絶対的に多いと思うんですよ、うん、だからなんかそういう人たちに本当寄り添えたらすごく嬉しいですし、ね、完全に共感じゃなくともやっぱりなんかこう考えさせられる部分っていうのは本当にこの作品たちには詰まってると思うので、うん、なんかその聴き方はそれぞれあっていいと思うんで、うん、まあ、とにかくこのアルバム、まあ、いろんな人の手元に届いたら嬉しいなっていう思いではありますね、うんうんうん、じゃあ今日以上で、はい、ありがとうございました。